昭和46年台風第23号は1971年8月に鹿児島県に上陸し日本列島の各地に被害を出した台風である。進路図1971年8月21日に南鳥島の南西で発生した台風23号はゆっくり精神した後に九州方面に向けて北上し28日朝には 奄美大島の南東に達した。この頃から移動速度はさらに遅くなり、勢力も急速に発達し始め、北緯30度を超えて薬島付近を通る頃には、中心気圧915ヘクトパスカルにまで低下した。23号は29日23時頃に、鹿児島県大隅半島の佐多岬に上陸。上陸時の中心気圧は百四十ヘクトパスカルと、 1951年の統計開始以降5番目に低い気圧で日本に上陸したと同時に8月に日本へ上陸した台風としては過去最低の気圧で上陸したそのため1945年の枕崎台風に次ぐレベルの大規模災害が起こるのではないかと懸念されたが上陸後は急速に衰えたためことなきを得たその後台風は 高知県南国市に再上陸した後に、徳島県中部を通り、大阪湾、紀伊半島へと進んだ。そして東海、関東地方をかすめるように進み、本州の東で温帯低気圧に変わった。この台風は台風23号としては統計史上最も早い、日時に発生した。また、8月に台風23号が発生したのはこの年のみである。 台風の影響により、鹿児島市内で29日午後に、瞬間最大風速秒速44メートルを記録するなど各地で暴風が相次いだほか、大雨による被害も多発した。死者、行方不明者44人、負傷者103人の人的被害に加え、重火損壊1427棟、浸水122,290棟に達した。ありがとうございます。